こんにちは、ブルーコースです。ということで、周りをストーリー続きやっていきましょうか。お姉さんにお花を渡してあげる。ということで、今回から、お化けワールドにね、やっぱ行こうかなと思います。ゴーストワールドって言ったらいいのか、それともお化けワールドって言ったらいいのか、それともお化けの国。まあ、そんなことはどうでもいいですけど。いやー、まあ、前回はなかなかの人を繰り広げたところでね、ビリビリゲストにまさか勝てるとは思ってなかったんで、いやー、マリオストーリーのこう、いいところというか、優しいところというかね、その素人にも優しいところですね。まあ、僕、童貞衆がめちゃめちゃ、助けてくれー、どうしましょう、さっきお化けがこの前撮ってたやつ見ましたよね、見たよ。いや、やっぱりうえれれれれれれ、そこーどこーっちーそっちーあっちーあっちこっちーどっちこっちーわー鈍すぎるやろ、マリオ。森へ行ったー、あ、じゃあ追いかけましょう。森へ行ったのであれば追いかけましょう。ま、マリオさん、ちょっと迷いの森の様子を見てきてもらえませんか。こちらの迷いの森の様子を見てくるのは僕の仕事なんですが、僕は僕は苦手なポルゲーをお願いしましょう。ということで、お願いされたので行きましょう。なんか別になんかないのかな。ほい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 。なんか、こまめにセーブする系男子でございますんで、はい。あー、なんかいるー。チャラララララララ。うわ。突然ではございますが、あなたはマリオ様でございますね。お初お目にかかります。お、私の主人がマリオ様にお会いしたいと申しておりますので、迷いの森の奥にある屋敷までぜひともお越しください。星の星に関係があるとても大切な情報をお話ししたいそうです。必ずお越しで歓迎の準備をお待ちしております。おね、どうしようですからね。脅しじゃん、もう。絶対来いよって言って、ちゃ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 。不死身の土下弁。ドババンドババン。ね、全然来させる気がないもんね。はい、迷いの森、迷いの森、キノコタウン、めっちゃ迷わせるやん。で、葉っぱ。あー、ここだね。正解。おー、危ねーしまったー、やってきたー、痛いー、あれトゲ用ガードつけてたっけ。とりあえず物知りましょう。噛みつき葉っぱな、パクフラワーだ、自然。最大 HP5、3、毎回出てくるおなじみさん、誰、上を向いて口を開けてるからジャンプ攻撃で噛まれるよ。噛んだと笑うんだ。本当に誰か立つ。笑ってんの、噛んだ後。へぇ、美味しくパクパクいただいた後にか、こいつ笑い上がるんだ。笑わせません、勝つまでは。あちょー、ははは、俺が笑うんだ。あ、笑ってねえじゃん。笑ってねえべ。ティッティッティッティン。オッケー。ここに出てくるんだ、パックン。だけなのかな。だとすればもういいや。はい、じゃあピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。あー、こいつなんか守りにくい。そして攻撃力が高い。さすがパックンだな。あ、パックンちょ。ちょ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 ガサガサガサス、しかも笑ってやがる親方、鼻が笑ってやがる。ん、なんだね、君たちは。ふが前の森にはクラスがちょっと危険なんだ。しばらしら入ってきても引き返しなさい。ふむ、テレサのお屋敷に負けるのはそういうことで君たちを通してあげよう。いいかい、この森の森を正しい道を見つけ、そして別の森の道を正しい道を見つけ、正しい道を見つけ、奥に歩きをよく見る。どこか怪しい光を見え、よしよしって。ああ、まあ、要するに、入り口が他に3つあるから、その入り口が、なんか目立つやつを1個選びなさいってことでは、これではないですねってことですね。あー、そういえばこんなやつもいたなー。みたいか。じゃあ、とりあえず1体ぶち殺します。ぶち殺す。あ、強い。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。さーん。チュイン。甘い、あー、わかったわ、痛い。じゃあ、仲間チェンジ、クリオ。クリオね、クリ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 、それ、クリ。クリチョロボン、緑チョロボンだよ、見せて6。あ、6、なかなか高いですね。気持ち悪い。それ、あ、マジで増えんの、増えんといて、増えんといて。ほいこい。ん、あ、防御力アップね。防御力アップしてくれるのはいいんだけど、あ、よかった。なんか防御力アップしたのにまさかの分裂になってたらどうしようと思ったけど、そんなことはなかった。ハラハラドキドキング。ドッキングアチョ。よし。
スーパーブーツだっけ、攻撃力が2に上がるやつはテレサのお屋敷で手に入るんだっけ、それともドゴボン屋敷だっけ。できれば早めに手に入れたいところではあるんだけど、まあ分かんないからいいや。おめめないね。あ、ちょっと待って、ティンキー頂戴にしとこう。ティンキーよ、あー、なんかお前さん嫌い、めっちゃいるし。どうしようかな。どう、まあいいや、一体ずつ縛いていきましょう。ポコ。くる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 。まあ要するに、タイミングよくこうすればいいでしょ。タイミング悪いでしょ。プップクップピンとフ。みーよーん、今日も何か面白い話があるのかっていうとそうでもないんだよね。まあとりあえず俺の会社の周りになるので合コンをしたがる男が多すぎる。しかも全員既婚者っていうのやマジで。なんかさ、もう僕なんかはさ、もう飲みにもあんまり行かないし、酒が飲めないからあれだし、で今小学生とね週に1回か2回バスケットボールをやるっていうね、まあ健全な活動をしてるんだけどさ、その一方でさ、もうみんな毎回さ会社に行ってさ、まあテレワークもやってる会社だからあんまりその出会うこともなかったりもするんですけど、会えばね、もう昨日どこどこで飲んで女がとかって相席屋行ってうんぬんとかって、もうみんな超遊んでるんだよね。本当に遊びのが好きすぎる系女子が、じゃ男子が多すぎるわ。いいかい、もう正解だし、みちろん、いや、おめえに会うことができたね。そして何あれ。ってことは、あいつが、あれか、はい。そうだね。おめえが、てか、花の種類がそもそも違う時点で、なんか調べる意味なくねって思うんだけど。これで戻されたらマジで腹とチンコってぞ。戻ってきました。ん？何にも光らない。お花ちゃんゲットー。ちょ、話しかけられない。むずい。いやー、どうも、フラガちゃんでーす。あげちゃおうかな、どうしよっかな、あげちゃいましょう。大丈夫？あれ、何にもない。ああ、笑った笑った。なんか、ホーンデッドマンションみたいな感じがね、するよね。なーげーな、迷いの森。ブン。トゥン。あ、ちょ。さよなら、一撃死だ。多いな。めちゃめちゃ多いな。先生、出番です。ドン。まあ、たまにはいいでしょう。そろそろゴールのはずだから、ド派手に行こうぜ。チャカラッチャチャン。あ、しかも、フラワーちゃん。これいっぱい光るんじゃない？だよね。ドゥッドゥッドゥッドゥルル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 。そもそもキノコの数がちげえ。わー、いっぱいいる。あれ？急に近づいてくるで。トゥン。2体くらいだったらね、あれなんだけどな。あ、2体。あ、オッケーオッケー。2体だったらいいでしょう。勝負だ！このギリギリ倒せない体力設定っていうところがね、やっぱりね、任天堂さんうまいところですよね。バッタあー、ちょ、遅いんだな。多分攻撃が、じゃあ、押すのが遅いんだ。これちなみにさ、なんかピンチで守るとかさ、ピンチでラッキーみたいなやつってさ、とかピンチで攻撃力がアップするやつとかって、そう、つければつけるほどその攻撃力とか増していくのかな。だとしたら最強だと思うんだけど、どうだろう。あ、そっか、しまった。まあいいや、次のステージからでいくかな。これ一気に戻ることってできないのかな。いや、ピーチ姫がさ、前回のやつでさ、くれたじゃん。なんかピンチで攻撃力がアップするやつ？うん、あれが手に入ったらいいなと思って。めっちゃ枯れていくわん。めっちゃ枯れていくわん。ふいあー、おめえ急にジャンプ力がしょぼくなんだよ。うおー、めちゃめちゃいるー。ということは、先生出番です。お願いします。うおー。4体いたらさすがにあれじゃない？スターポイント3つずつ。キスやろー。まあそういうこともあるよね。仕方ない仕方ない。チャチャチャー。チャチャチャーチャーチャー。枯れてくー。うわー、危ねえ。食われた。
あえ、ちょっと待ってね。めんどくさいから。いつたどり着けるかがわからないから、とりあえず回復をしつつ、さらに、爆発させていただきましょう。青春は爆発しゃースーパーバッカース。地上にいる敵全体。ドン。ありがとう。みんなが焦げっ焦げになっている。チャチャチャパカパパパン。やっぱ、ちょっと使うとあれなんだな。その使ったなんか3分の1くらいが返ってくるみたいな、そういう仕組みなんだね。あ、ここだね、正解は。あれ、ちょっと待って、いないのか。よいしょ。あれ。ドン。オブ・デッド・ダフ。あーい、見たいか。じゃあいいか。あ、ちょちょちょ、こっちこっちこっち。トゥトゥトゥ。よいしょ。まあみんながね、そのさ、青春時代とかね、さ、どんな遊びをしてたのかっていうので、やっぱり社会人になってからも同じような遊びっていうのが続いていくんだろうなと思ってさ、僕なんかすごい健全じゃないやつがいるぴょよ。僕なんかすごい健全でさ、塾のアルバイトやりながらさ、バスケットボールの非常勤講師として外部コーチやってた。身からするとさ、女遊びみたいなことなんてさ、一生やってなかったわけですよ。うん。だから合コンだとかさ、なんか相席や食堂行ったりとか、そういうさ、なんか、いわゆるザ遊びみたいなのは、ね、もう経験がないからね、ほんとね、素人童貞なわけですよね。うん。まあじゃあ、その欲があるかないかって言ったら、あっちゃあるんだけど、もう別に、なんか、その今やってるようなゲーム実況だったりとかさ、筋トレとか子供と遊ぶとかっていうものを差し置いて、そんなことしたいかって言ったら別にみたいな、うん、ね、女の子と喋るんだったら別に、なんかそんななんか合コンみたいな場とかセッティングしなくてもさ、普通に会社の人の女性と喋ってる時でも全然面白いしとかって思ったりもするわけだから、まあ健全のクソつまんねえ男っていうわけですよ。はい。まあしかもさ、こんなさ、わけのわからないことやってるやつなんかとさ、女の子が誰か喋りたいかって言ったら、多分全力で拒否されるておしまいだっていう話だから、スッキリ派総会して、とりあえず、まあ、とりあえずスッキリさせていただきましょうよ。あ、スッキリー。あー、スッキリした。ということなので、早速ですが、ドカンと爆発しちゃいましょう。あ、ちょ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 オッケー、チャッチャッチャラチャ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 え？あ、ちょっと待って、ワッシャッシャッシャーって笑ってるやついたけど、ここじゃないの？え、違ったらなんかすげえ嫌なんだけど。え？どういうこと？どういうこと？鼻生えてきたぞ。あー、やっぱそういうことか。チャラチャチャラチャ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 フラワーフェイ。まあ、今は別にいらないかなぁ。ってことはやっぱ、で、ここに戻っていけばいいということですね。なんだ、2箇所行ける場所があるってことか。へぇ、面白いね。じゃあ、テレサの屋敷行きましょう。ドゥッドゥッドゥ。なんか、クッパ城行くよりも怖いんだけど、だってお化けの塊じゃん、こいつら。集まりって言った方がいいよ、日本語的に。しかもこれ戦闘がないんだもんね。テレサと戦うっていうのが全くないからね。締まり方が雑。で、レサレサお嬢が来る。あ、ちょっと来ねえのかよ。ようこそいらっしゃいました。もうなんかテレサのレサレサってよく考えたらさ、伸び伸びたみたいな感じじゃない？同じこと何回も言ってるもんね。星のせいについて詳しくはこちら。はい、ではまた後ほど。てか、テレサって、ヒゲも髪の毛も生えるんだよね。みんなツルツルだからさ、スッキリそんなのないのかと思ってたけど。ね、みんな、たぶん、年を取れば取るほど、逆に成長するんだろうな、きっとな。あれだよ、爬虫類みたいなもんだよ。恐竜も、年を取れば取るほどでかくなっていくじゃん？それと同じ仕組みなんだろうね、きっとね。で、どっから入ったらいいか？これでまずビヨーンと飛んだらいい？ビヨーン。ヒュー、ヒュー。
無理。残念ながら、これ今降りるでしょ？はい、また戻っていっちゃうんだよな。ということで、まあ、一個一個順番にやっていくしかないか。あー、ここは、あー、じゃあやっぱここで手に入るんだろうな、きっとな。なんだ？てってでって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 くだらねえよ。しかもこの部屋だけなのね。こっちは特に行くところはこれっぽっちもない。じゃあまずは2階から登っていきましょう。てかよく考えたらマリオ、スーパーマリオ64もさ、襲ってこないんだな、このテラスたち。スーパーマリオ64もなんかあれだよね、あ、レコードがねえんだ。スーパーマリオ64もほら、あれじゃん。あの、テレサのお屋敷ってなんか3階までじゃなかったっけ、確か。ね。で、あー、そうか。わー、お化けがいっぱい出てきたよー。で、なんかあの、チョロボンみたいなやつやるんだよな、これきっとな。来たねー、マリオ。このレコードが欲しければ誰が持ってるか当ててみなー。チョロボンみたい。まあ、でもチョロボンよりは楽なんだよな。勝手にやってらねえ、お嬢さん叱られちゃうからねえさ、みんな力当てない、頑張ろうぜ。おお、誰も返事をしてくれないというね。うん、かわいそう。こいつ一人で頑張ってるみたいだけど、てかみんな似てるな。さあ、誰だってか。え、なにこれ、ボッコボコにしたらいいの？あの、ピンキーで爆発させたらいいから、誰が持ってるかわかるかな。あ、ちょ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 。当てるのが難しいゲームになってるぞ、これ。物理的に当てるのが難しいゲームみたい。あ、当たりずつもついて、あー、お嬢さんに叱られる。全員でせーの、バーン。かわいい。どうだろう、みんなさ、お化けの、なんだろう、ゲームだったりとかさ、あの、お化けの、その、映画とかって、見たりする？なんか、あの、テレサってかわいいじゃん。なんか、かわいい系のお化けって、あとなんだろうって思って。ちょ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 。はい、ゆるゆるやな、お前は。音楽大好きなんだろうな。そしてあの、怒られたくないからって言って、お前のやらかしたらもう即座に帰っていくっていうスタイル。ゆるゆるや、マジで。あとお化けであれだな、好きなのはキャスターだな、キャスター。もともと男の子で死んだのがお化けになって、てかキャスパーに出てくるさ、あのいたずらっ子3人組はもともと何のお化けだったんだろうな。だから何の、もともとお化けじゃねえや。もともとどんな人間だったんだろうな。ね。キャスパー久々に見たいな。なんかあの、踊ってたら知らない間に空を飛んでいるっていう、そういうね。で、これ、はっ！でぃーん！何も起こらないよーだ。まあ、怒ってるけど怒らないよーみたいな。よいしょ。チェル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 。チェル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 。あ、すげえ、時計動いてる。へぇ。ただいま、3時15分。夜中の3時15分。うん、まないんかい、こっち。あれ？ここの部屋なんかあるんじゃなかったっけ？あー、で、ここでまたあれか、でっかくなっちゃったか。お化けが出てくる。チャッチャッチャッチャチャ。さっきのあれかな、タンスにゴンゴン、部屋にゴンゴンのやつかな、のレベルアップバージョンかな。来てねー、メリオー。このブーツが欲しければ誰が持ってるか当ててみなー。勝手に当てられるお嬢さんの力でさあ、みんな力合わせて。これさらにあれかな、持ったら、あ、そういうことか、やっぱり。ほい。あれ？最初に渡したやつ、リーダー格がいなくなったぞ。で、これ何が鬱陶しいかってさ、こうやってさ、持つじゃん。あ、今回あれだね。カメラ映るのが、さあ、誰、あ、ちょ、文字読んでたからもう見失っちゃったじゃない。どうしてくれんのよ。ちょ。ああ、しまったー。ありがとう。しまったー。あ、当ててスーツ持ってて、お嬢様に叱られるー。んーだー。こいつら緩くない？まあいいや。叱られるくらい何とも思ってないんだろうね。さあ。ってことは、これどっかにあるところかな？今のヒントがあったのに、ないの？なんじゃそれ。ぽよーん。で、こっち行くと、あー、え、でもこれって売ってくれるんじゃなかったっけ？まだ売ってくれない、確かね。ですよね。
ああ、まあでも別に大したアイテム売ってないか。あ、でも緊急のはいるかもしれないな。緊急キノコはちょっと必要なのかもしれないけど。まあいいや、別に。ほいっと。あ、ちょっと待って。あ、出た。出た出た。でっかいやつ。でっかくなっちゃったお耳とお腹とおへそがでっかくなっちゃったおへそってどうやってでかくなるんだドンでん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 ダイナミックニューテンあれでもこれができるなってところで何の意味があるんだあーそっかあっちかこれは特に何もないのかなであっち行ったらまた戻っちゃうからお邪魔しますでここに行くしかなかったっけあれあったあったあったごちそうさまでーすそうかなんかあれだよね確かさ星のかけらがなんか近くにあったらピコ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 光るさなんかバッチってあったんじゃなかったっけそれを手に入れればなんとかなるみたいなさまあいつか手に入れてみせましょうホトトギスンさよならピューンであこっちはいけないのかこれ落ちちゃうとめんどくさいからシュッ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 なんだよー。目玉がいっぱい生えている描かれた手でさ。あ、で終わり？じゃあ戻りましょうか。あー、なるほどね。いいだろう。ミンティアちょうだい、ミンティアちょうだい、ドゥーン。よくも壁を開けてくれたなーつって怒られないのかな、これさ。だって、人ん家のさ、屋敷荒らしまくってるわけじゃん。タンスは勝手に開けるわさ、壁に穴を開ければ床に穴を開けるわで、むちゃくちゃやってない、よくよく考えたら。ねえ。なんかあの人の部屋に入ってさ、壺割りまくるさ、なんか、ドラクエをやってるやつみたいな、そんな感じになってるっすよね。はめます。どういう状況なんだよ、これね。絵の中に戻ることができましたわい。しかし、どうしてお前さんにレセレセに仕掛けた、この絵の謎を解くことができたのかな偶然かなまあ、良いわ。実は3回秘密すること、じゃあ。ということで、これ、スーパーマリオ64ですね。タラッタッタラッタ。じゃあ、レセレセによろしくな。なんだろう。レセレセのおじいさんなのかなおう。こっちにこれ手前行ったら、落ちちゃうーマジかめんどくせえことしちゃった。ごめんなさい。ちょろ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 。なんか怖い、怖いやつがあればと思えば、なんか急に激しい音楽になったりとかもするし、じゃあ、あえて奥から入ってみましょう。あいつら、筆談でもするのかひょっ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 。いらっしゃいましたわね。待ちしまいましたわ。あなたが本当に噂通りの人か試させていただきましたけれど、どう難しかったかしら。いや、ここまで来たんだから解かれてんだろ、謎が。唇ツンツン野郎。私の名前はレッサーレッサー。ただ、ぜひともお会いしたいと、かねがね、思ってましたわ。私は静かにしましてございました。レッサー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 皆様、この近くのピューピューヒルという丘があるのはご存知でしょうか。その丘の上には後ろがあるんですが、それらにどこまで怪物が住み着いておるのです。そして、そいつの怪物がなんと我々のお化けなのです。今までどれだけの仲間が奴に食べられてしまって、ゴーとかかわいそうな仲間たちも、適切だと我々もどこまでやつけとしたのです。しかし、どこまでものすごく強くて、まるで叶いません。あやつはまさに不死身ですから、不死身とどこまでディル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 ディそれでそれまでよ。まだどこまで秘密をそれに進んでギャブンに言わせてもらえば、どうで引き受けてたらばね。もちろんテレントは言いませんわ。見事仲間を殺しめれたら、あらこれを新たに渡しますよ。先に渡してくれた方が嬉しいんだけどな。別にあの、やり逃げしないからさ。ちょっと支払う対価は支払う対価でね。我が輩のらはハール。どこもの城から隙を見て逃げ出したまでカードの状態で逃げ出したの？すごいな。とにかく星の裏丘まで行こうとした途中の森で迷ってしまった。マグロールと魔王様ようちに手の筋捕まえられてしまって猫になってしまったというわけだ。いやはやなんとも。どうかしらマリオ、悪い話でありませんことよ。どうせあなた、ドコモのところまで行って星の巣で助けつもりだったんでしょ。だって楽しかったありませんこと。おまけに私もついてってあなたに協力して差し上げましょう。お嬢様、今なんとお嬢様がドコモの後ろに行くのはとんでもございません。この人は絶対に反対です。お黙りしますよ。私もドコモに我慢できませんの。あいつが逆行というのをこの目で見て気が済みませんわ。それより私の力はドコモのところへ行くために必要になるはずですわ。それならばこの選手を戻るというよりはどうしましょう。お嬢様を気軽な目に合わせることを申し訳いたしません。ジーお嬢様についてまいりますよ。お黙り、あなたのようなぎっくり腰のような人間に何ができるんだ。人間じゃなかった、あなたはもうすでにくたばっているお化けだったんだ。そんなお化けであることはお嬢様も同じではありませんか。はい、強引に仲間になりました。はい、ちゃ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 
通常のね、お化けはですね、白色なんだけど、なんかちょっと顔色が悪いやつですね。はい。さあ、行こっか。あれだね、ある程度のヘルツ以上の声を出したら、あれなんだな、声が出てこないっていう話なんだな。今ね、おーほほほほって言ったのに、全然全くマイク拾ってくれてなかったですから、反応しなかったからね。はい、ということで、レサレサを無事手に入れることができましたので、ちょっと前回パートと比べるとだいぶ短い感じになっていますが、一旦このあたりでね、終了とさせていただこうかなというふうに思います。ということで、次回から、ドラゴン乗り込んでいこうと思いますので、お楽しみください。ではまたお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた、バイバイ。